はい、皆さんこんにちは。今日はね、ちょっとこのハイエースのエンジンのチョイスについてお話ししようと思います。まあ、ハイエース、まあ、いろんなバリエーションがあってエンジンのバリエーションもねいろいろあるんで、まあ、今日はハイエースのバンの、標準ボディのやつに限った話をさせていただきます。で、まあ、このバンタイプのスーパー GL なんですけど、まあ、駆動がね FR と 4WD とあって、 4WD の場合はディーゼルしか選べないんで、まあ、肉の場合になるんですけど、肉の場合は2リッターガソリンエンジンか、あの 2.8 リッターのディーゼルエンジンか、2つチョイスがあるんですね。で、まあ、当然どっちにするかっていうことを最初ね悩むんですけど、もう結論から先に言っちゃいますと、もう私は 2.8 リッターディーゼルが絶対いいと思いますね。で、その理由はですね、やっぱりトルクがあるってことに尽きると思うんですよね、ディーゼルエンジンの方が。で、この 2.8 リッターのディーゼルと2リッターのガソリンエンジンと、まあ、スペック上見るとなんか馬力的にはあんま変わんないような感じなんですけど、やっぱトルクが全然違うんですよね。ディーゼルのがトルクがあるんで、まあ、要するに発進加速とか低速で走るときにすごい力強いんですよね。逆に言うと、なんていうのかな、あのアクセル回路に対する反応がいいっていうかですね、まあ、これ両方乗ってみると分かるんですけど、まあ、自分もあの何回か試乗して両方乗ってみてどっちにするか、まあ、それで決めたんですけどね、やっぱりディーゼルの方がもうレスポンスが早いですよね、アクセル踏んだ時に。だからすごい走りやすいんですよね、街中の運転も。ガソリンエンジンはねやっぱり2リッターで排気量が小さいので、回さないと走らないっていう感じですよね。だから回すってことになると、ね、アクセル回路もでかくなるし、もうエンジンが回らないとこう走っていかないので、そうだからガソリンエンジンはね、トルクがないんで、こうアクセルの踏み込みがなんかやっぱディーゼルよりだいぶでかくなって運転がギクシャクするんですよね。自分が試乗した感じだとやっぱそんな感じだったんですよ。で、後ろに家族乗せて試乗したんですけど、あのガソリンエンジンの時はねなんか酔ったって言うんですよね。やっぱこうゴー&ストップの時のギクシャク感、なんかそれが大きかったみたいで酔ったって言われたんで、ちょっとガソリンエンジン、まあ慣れもあると思うんですけど運転しづらいっていうね、ガソリンエンジンはそんな印象を持ちました。で、ディーゼルはねもう最初から試乗の時からねすごいキビキビと走れてね、家族もこっちのが絶対いいっていう、そういう結論になったんですよね。で、まあ自分はディーゼルエンジン推しなんですけど、で、ディーゼルエンジン全くネガがないかっつったら、まあ、あのそんなこともなくて、まあ、一番でかいネガはですね、あの値段が高いってことですね。ガソリンエンジンより60万ぐらい高いんで、ここでちょっとねえってなるんですけどね。で、あと2番目のネガとしては、これ自分はあんまり気にならないんですけど、まあんまりディーゼルエンジン慣れてらっしゃらない方はちょっと独特の音が嫌だっていう人はいるかもしれないですね。
まあ、自分は従来からディーゼルエンジン の乗用車乗ってたんで全く気にならないし、でハイエースのディーゼルエンジンってその乗用車と比べても遜色ない、ね、静かさなんで自分は全く気にならないですね。でまあ、3つ目はね まあ、あんま気にしなくていいとは思うんですけど、アドブルーって尿素、これを別に補給しなきゃいけないんですよね。まあ、でもガソリンほど減らないんで、まあ、どれぐらい乗るかにもよるんですけど、自分は1年乗ってまだ1回も取り替えたことなくて、でまあこれ運転席でどれぐらい残ってるか見えるんですけど、分かるんですけど、1年乗ってまだ半分以上残ってるんで、そんなに気にすることもない感じですね、アドブルーはね。だから値段の面だけね、なんとかすれば、まあ、絶対ディーゼルエンジンですね、ハイエースの場合は。特にね、いろいろキャンプ道具とかね、バイクとかいろいろ重いもの乗っけることを想定するとトルクがあった方が絶対いいし、で、そう、燃費がやっぱりディーゼルエンジンの方が全然いいですよね。これ燃費はね、ディーゼルエンジンだったら平均でもね、リッター10キロ以上走るんですよ。でちょっとガソリンエンジンはちょっと分かんないですけど、10は厳しいんじゃないですかね、これ。ちょっとガソリンエンジンの乗ってる方平均でどれぐらい走るのか、ちょっとね、もしできればコメントとかいただけたらと思うんですけど、まあ燃費は確実にディーゼルの方がいいですよね、これ。排気量は大きいですけどね、ガソリンより。まあだからあとはこの60万円の価格差どうすんだって話ですよね。ただね、これ長期的な視点で考えると60万円ね、売却するときにね戻ってくるっていう考え方もあるんですよね。っていうのは当然ね、ディーゼルエンジンのハイエースのが中古価格高いんでね、手放す時に取り返せるっていうね、まあ、ちょっと長期的な視点になっちゃいますけど、そういうことはあるんですよね。まあ、だからそこまで考えるとやっぱり 2.8 リッターディーゼルね、これしかないと思うんですよね。はい、ということで今日はですね、ハイエースのエンジンのチョイスですね、ガソリンとディーゼルどっちがいいのっていう話をしました。それではまた。